はい、どうも皆さん、こんにちは。トロフィーが80も下がって、沼ってて、頭がおかしくなりそうです。ケースケです。ポーということで、皆さん、ご覧ください。最多トロフィーです。自分8403なんですよ。8403なんですけども、もうね、お正月休みとか終わっちゃって平日になってたじゃないですか。でね、お昼とか、クラメンとかデフレードとかで全然インしてなくて、まあ、しょうがね、野良でさ、まあ、ワスカーって言って、ブローストライカーで、をさ、じゃあ、モーティスの練習やろうと思って、モーティストロ3、300あったのに、22ぐらい溶かしたし、でね、もういいやと思って、ペニーのスターパワー手に入ったから、ペニー使ってみようって、野良で回してみようと思って、野良回したら、トロ400あったのが30以上も下がったし、もういや、結構でクローとか使ってたら、クローも20とか溶かしちゃって、もうなんやかんや。80ぐらい溶かしてしまいました。ノラ回してたら、こんなに溶けるの早いっすね。もう本当にね、ここまでで結構サクサクと上がってたじゃないですか。8000台になったね。まあ、沼ってますね。なあ、沼ってなんで沼ってんだろう。やっぱまあ、PS がないっていうのもあるんですけれども、でもなんか、やっぱり当たる敵も強くなってきたのかな。わかんないんですがね、なぜだかね、沼ってて。もう気狂いそうよ、ほんと。バトル履歴とか見ても、まあ、まあ、野良で回してるんですけど、まあ、敗北と続いて。でね、マッチングで、すごい面白いマッチングしたなって思ったのが、だいたいマッチングってトロフィーがさ、結構近い人たち、なんか、聞いた話、トロ高い人、基準でマッチングする的なね、感じもあるっぽくて、まあね、これ一番上とか、トロ140の2体、いるけど、まあ、300台の、敵に当たったりとかしてんじゃないですか。で、まあ、こうやって見ると、だいたい3、400台じゃないですか。3、400台だなと思って見てたら、はい。フレンドでトロ1万超えのミニエモンさんがいるパーティーに当たりまして、で、キミーヤさんもトロ1万超えのランカーさんで、ツイッターでリップくれたりとか、したこともあって、で、ヒデちゃんさんも存じ上げております。このマッチング、すごくないですか？これどういうことなんですかね？だって、ここら辺とかはさ、だいたいトロ3、400とか、の人にしか今のところマッチングしてなかったのに、急にトロ1万超えのランカーさんに当たっちゃって、しかも、知り合いっていうね、一緒に、ドズーさんと一緒に、トラゲしたことあるミニエモンさんと、とかね、あとキミーヤさんとかとマッチングしちゃってびっくりしちゃって、まあ手も足も出なかったですよね。こっちなんてポコ2人っすからね。ポコ2人ボッコボコに、されてこれがトロ1万ランカーかっていう感じで、このね、マッチング本当にね、びっくりしたんですよね。こんなことってあるんですね。でね、まあね、自分ね、普通にノラでドズーさんと2回マッチングしたことあるんですけども、あと知り合いとかとも対戦とかね、したことあるんですけれども、こんなことってあるんですね。非常にね、面白い勉強になったなって思います。トロのマッチングシステムって、どうなってんですかね。ちょっと、結構詳しい方いましたら、ぜひとも、コメントで教えてください。いやー、本当にミニエモンさん、キミヤさん、ヒデちゃんさん、本当に、今回はですね、GG でした。ありがとうございました。ということでね、今回はですね、トロフィーをもう戻したいっていうのと、あとはね、せっかくなんで、ペニーのスターパワーも前回の動画で手に入ったことだし、今回ですね、ペニーの、スターパワーとかはね、使いつつね、トラゲ頑張ってみたいなと思います。はい、じゃあね、それではやっていきましょう。お相手さんは、相手はノラかな？ノラなんで自分はね、ミッドやっててね、ここら辺からね、エイムをね、鍛えていきたいんでね。ここら辺か、ここに大体出てくるんですよ。あ、当たった。当たってて距離詰められてますね。距離詰められて、味方がやばいことになってるんで、いいよいいよ。あ、攻撃すっげー当たってる。すっげー当たってる。でもミッドとしての仕事は、エメラルドをしっかりと回収するって仕事を、やってない。やっていないんだけど、オッケー当てて言う。ね、エイム俺結構上達してない？そんなに上達してないか。あ、エメラルド、取らせてください。お願いします。ミッドとして、ニートなんで仕事してないんで。待って、とりあえず一旦、ブルトを貯めていって、あ、いいっすね。で、ちょっと迫撃砲置きましょう。今回初登場、迫撃砲。この迫撃砲を置いて、で、スターパワーがやっぱ強くて、これ迫撃砲壊しに来ますね。迫撃砲壊しに来そうなんで、オッケー、ナイスです。あー、待って、敵来てるね。敵来てるんで追い返していっての、よし、ナイス。味方がうまい。味方。っていうか、エメラルド俺全然、ミッドなんすけど、俺ミッドなんだけど、全然エメラルド、待って、プリモ来るよね。分かってた。知ってた。来るって分かって。一旦こっち迫撃砲置いといて。で、このね、設置し直しても、ウルト、スターパワーの、これ、
弾が飛ぶんですよ。弾が飛ぶんで、待って、ちょっと待って。よしよしよし。俺が、なんかエメラルド散乱してんな。大丈夫って来てない？来てる。あ、わかった。よし、逃げよう逃げよう。わかった。あとはもう、俺を守って、皆さん、守ってください。で、これで、相手のプリモに、変に、ためさせ、いやー、溜まってたよね。オッケー、やり返した。飛んで火にいる夏の虫。さあ、ま、なんか、迫撃砲あるし、びっくりした。びっくりした。テンパってばっかり。トロ戻したい。トロ戻したいよ。トロ戻したい。よーし、行こう。真ん中から来い。真ん中から出てこい。出てくるね。オッケー、女子に対して当たんなかった。いや、ミッドやってるんだけど。いや、ガンガン来る。この2体ガンガン来る。ガンガン来るタイプ。おいしか、田中さん追い返してください。田中さんお願いします。で、ダリルか。ダリルパターンね。はい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 。教習を受けました。あー、教習受けて。奇襲が強い。ダリルなんやかんやね、自分が使うと難しいのに、相手が使うと強いっていう説ないっすか。ね、何の現象なんでしょうね、あれ。あれ、何現象っていうんですかね。あ、オッケー、溜まったんで、置いとこう。吐き火とりあえず置いといて。で、敵の、オッケーオッケー、よいしょよいしょ、相手2体やって。2個ゲット、とりあえず。まあ、リードされてますね。リードはされてるんだけど、一旦、ダリルはね、時間経つとね、ウルトがね、自然に溜まるんですよね。で、あー、待って。相手の攻撃入んない、射程内に入んないように。気をつけていきながら、オッケー、迫撃砲が欲しいのね。迫撃砲を壊させないよ。で、あー、相手のジェシー、おーしよー、ナイス。あー、で、ダリルのウルトで逃げられる。でも待って、迫撃砲の援護があるから、こっちは。迫撃砲の援護もあるから、このね、暗い、俺のクソエイムを暗い。よーし、切り取った。いいぞ、クソエイムでも、当たるっていうところを、証明していきたい。さあ、行きましょう。来るかな、来ない。飛んで火にいる夏の虫当てていく。うまいよ。これガンガン、あ、これちょっともったいないんで、もうちょい迫撃砲設置しといて、爆弾飛ばしといて。あー、今、設置するタイミング違ったね。設置するタイミングも、おかしかった。設置するタイミングね、ちょっと攻められた時に、設置し直すっていうのもありでしたね。ただこれでもう、当たってるんで、ここに置いときましょう。置いといて、で、爆弾が散ってくんで、これ、こういう感じで使っていくっていうのもありなのかな。ちょっと俺、わかんない。ペニー、ウルト、ペニーのスターパワー初心者なんで、これでいいのかな？いや、さっきのは良くない。ミッドはね、死んじゃダメなんですよ。死んじゃダメなのに死んじゃうってね、良くない。良くないからね、しっかりと相手のね、ユニットキャラクターのね、射程範囲とかもね、しっかりとね、意識していかないと、そりゃ沼りますよ。そりゃ、ケイスケ先生、沼りますよ。すっげえ食らってんな。さっきの反省を生かせていないんだけど。全然生かせてない。相手、黒いやつね。黒いで嫌なんで、これね、基本、引き打ちが基本ですから。基本、引き打ちが基本となっておりますんで。で、まあ、ペニーちゃんを倒してて。あー、黒い矢っすね。黒い矢なんで、しっかりとサイドのね、フォローもやっていかないと、やっぱミッドって忙しいっすかね。ミッドって難しいっすよね、思うんすけど。ミッドってほんと、俺ミッド上手い人尊敬するんですよね。ミッドむずくない？だって死んじゃダメ。かつ、あー待って、迫撃砲置いてて、クマちゃんを、の意識を飛ばしておいて、あー、迫撃砲、いい位置に。敵もペニーなんで、あー、撹乱されてますね。クローンに撹乱されて、これは嫌。これで、あとね、クローンの攻撃ね、6攻撃で回復も遅れんのもすごい嫌っすよね。いや、なあ、迫撃食らってる。シェリーさん、ちょっと迫撃砲を壊しに行ってください。お願いします。迫撃砲、あそこに置くのがいいのかな？やっぱり。あそこに、オッケー、当たれ。当たんね。相手のペニー当てていきたい。まだ互角の戦い。いいよ、オッケー、いいよ。で、あーっと、って一旦迫撃砲を置いといて、迫撃砲、あ、でもここの物資に置いちゃうと、敵の迫撃からこっちの迫撃壊されちゃうな。それ嫌っすね。よー、待って、食らってる。よくない。あー、この継続ダメージやだな。継続ダメージで、結構ダメージ入ってる。オッケー！迫撃ナイス。迫撃ナイス。これで8個、リードしている。よし、リードしている。いい感じに、リードしてって。待って、もうごめんなさい。今のは持った。俺持った。持ったわ、今の。持ったって、意味不明な発言を繰り返しておりますが、あそこの迫撃をね、あ、そうだよね。やっぱそうだよね。さっき言った通りだわ。さっき言った通り、やっぱこっちの迫撃砲が丸出しなんですよ。言ってしまうと。あ、でもこれ強いな。あ、ブルーチームカウントダウン。ブルーチーム、やばい、死んだ。プニモさん、すいません。キョウさん、すいません。またお願い、あ、待って。お願い、待って、ダメだよ。返して。俺のエメラルド返して。エメラルド返してお願いだから。返してよ。
やめて、いじめだよ、こんなの。いじめだよ。いやー、トロ返して。トロあかんないよ、勝ったり負けたりして、で、待ってるよ。勝ち越したいよ。あー、ほら、いじめだよ、こんな。こんなのいじめですよ。あー、待って、俺が取りに行く。しっかりとサイドのフォローもしていきながら。ちゃんとね、あー、シリーさん、うまい、うまい。あー、この連鎖攻撃もね、避けれるようにならないとダメですよね。今の良くない。でも前線も押し上げてるんで、いいですよ。悪くはないです。悪くはない。早めに、早めにウルトを貯めていかないと。早めにこの連鎖攻撃当たっちゃダメでって言ってんでしょう。なんでできないの、そんな簡単なことが。なんでそんな簡単なことができないの。とりあえず設置しとこう。ここの壁裏がいいのかな。多分ブッシュ、さっきのさ、ペニーさんの破棄法の位置とかの方が良かったんじゃないか説ありますよね。あー、待って、拾いに行けない。拾いに、なるべく拾いに行かない。これは無理。これはパムおばさんが来たからには、しっかりと、ステーション壊していきましょう。ステーション壊していきます。ステーション壊していって、で、これでまた、ね、攻撃ためんのすごい嫌でしょ。こう、すごい嫌でしょ。あー、地雷設置されましたね。で、壊しに来るんで、うわ、前線無理やり上げてきましたね、この人。OK、いいよいいよ。で、地雷があるんだよな、あそこに。あそこに地雷があるんで、誰か、解除しに行くわ。解除しに行って、あー、ちょっと待って。あー、エメラルド拾われ始めてますね。拾われ始めて、ここら辺もあるんですよね。解除しに行きますわ。解除しに行って、こっちにもね、あと右一個残ってます。あ、これ解除できなかったっすわ。いやー、また、帰り道に設置しないでよ。一旦もう一回設置し直すわ。設置し直して爆弾飛ばしていくわ。当たれ当たれ爆弾。爆弾当たれ。爆弾でくれ、頼む。あと一個。あと一個がで、あと一個。あそこにある。あそこにある。あそこにあるから、取りに行って、痛い。もう発動しないで。オッケー、危ねえ。危ねえ、危ねえ。で、これ、もう敵、壁越えてくる系いないよね。壁越えてくる系いないよね。壁越えてくる。連鎖気をつけよう。自身の連鎖攻撃気をつければ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、オッケー、オッケー、危なさあ、相手、ジェシー・ペニーのレオンが、フューチャリング、レオンでしたね。フューチャリングレオンだったんで、ちょっとね、レオンのね、こう、煙玉とかには注意していきたいです。レオンほんと強いな。いつか砲来るんだろう、あいつ。こいつ強すぎですよね。強いよね、ほんとに。痛いって。遠距離、中距離、近距離、何でもいけるっていう。すごいよね。ちょっとレオンに警戒していきながら、この連鎖攻撃にも当たんなきゃ、当たっちゃダメだし。で、オッケー、レオンに対して、吐き聞こえとくん。で、煙玉、あ、煙玉、隠れましたね。どっから来る？どっから来る？来たね、来たね、レオン。オッケー、オッケー、飛んで火にいる。夏の虫で、オッケー、もういや、もう一回、あーし、オッケー、それは俺が拾う。田中さんは前線を張ってください。俺が5個拾っていきますんで。よっけ、ナイス。レオンが突っ込んできてくれた。でも、これで気をつけなきゃいけないのが、次レオンが狙ってくるの、やっぱりそうだよね。あそこのレオンが狙ってきてましたが。さあ、オッケー。あそこ当たれ。レオンに当たった。ナイス。ナイス。あー、だだ、ジェシーが、ジェシーに拾われた。あ、俺前に過ぎた。一旦回復していきながら、レオンがやっぱかき乱すな。あー、オッケー、ナイスです。美味しい美味しい。俺が拾います。俺が拾ってって、あっ、ぶね。もういい。無理はしない。無理はしない。プリモさんがしっかりとやってくれてるんで。4個設置してくれた。オッケー、いいよ。で、迫撃をもう一回設置しといて。オートエイムを使え。オートエイムを使って。あ、痛い。連鎖攻撃。下がれ。下がって、よし。あ、怖いよ。はい。ということで、今回はですね。トロ沼っちゃってて、頑張ってあげて、行ったり来たりを繰り返し、なんとか、トロ、20、戻していきました。いやー、トロ1万までね、目指して頑張ってますんで、毎日ね、ブロスター動画投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、で、最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。